今のうちに私を殺しなさい。このままでは君を殺してしまう。雪村君、こんな夜更けにどこへ行かれるのです？そう反応されると、何か私が悪いことでもしたかのようですね。いえ、私の方こそ申し訳ありませんでした。君を驚かせるつもりはなかったのですが、迷子のような後ろ姿を見ていたら、つい話しかけたくなりまして。こんな時間に部屋を出ては、また土方君に叱られますよ。何か困りごとですか？
私に助けられるようなことであればよいのですが。なるほど。ということは、さらに申し訳ないですね。君を誘い出した犯人はどうやら私のようです。もちろん羅刹である私にはそのような規則がありますね。おや、よくわかりましたね。女性の勘というものでしょうか。深い意味はないのですが、散歩してみたくなったのです。境内に幽霊が出るとの噂が流れているようですね。それは私のことでしょう。どうにか自重しなければとは何度も思っているのですが。嫌いではありませんが、他にも理由があります。いくら羅刹といえど、室内に閉じこもってばかりでは気持ちも塞ぎます。そしてもう一つ、ここはお寺です。真夜中に幽霊が出てもあまり騒ぎにはならないでしょう。幽霊でも羅刹でも夜にしか動けないのは変わらないですからね。これからは今まで以上に外出を控えるとしますよ。おかしな子ですね。いえ、何でもありません。今後は噂にも注意します。こちらこそお礼を言わせてください。ありがとうございます。君と話していたら少しだけ元気が出てきたようです。腕の傷は癒えましたし、これで悩みの種も失せたと思っていたのですが。たまに自分が何なのかわからなくなることがあります。私は人として死んでいますから、余計に悩めてしまうのでしょう。
人間で亡くなった私は過去を引きずってこの世に残る影のようなものです。もしかすると噂通りに幽霊なのかもしれませんね。君の言う通りかもしれません。失いかけた私の命も尽きていない。たとえ君が人間でなくとも、私が化け物だとしても、こうして今ここにいるという私たちの存在は変わりません。ありがとう。君のおかげで目が覚めたような心地です。私は最後まで可能性を模索します。生きながらえた命がある限り決して歩みは止めませんよ。